息子が学校に行ったり行かなかったりです。朝は起きず家ではゲームばかりです。週2で塾には行き、そこだけ約1時間通っています。食事は一緒にとり、会話も普通にしています。学校に特に嫌なこともなく、友達もいて、登校した日や土日は、部活に参加しています。家での態度は反抗的です。息子の要望には応えるようにしています。何をどうしたらいいか分かりませんっていうことですね。はい、まあ学校にね行ったり行かなかったりっていうことでね、親としてはまあ悩んでる、いわゆる不登校の状態ですよね。でただまあ友達とねこう、学校に行ったら行ったで、ね、一緒に遊んだりとか、土日は部活に参加をしているっていうことなので、まあ、親としてはすごく元気に見えますよね。じゃあなんでこの子は元気なのに学校に行けないのかっていうところをね、今日はちょっと理由とあと解決策をお話ししていきたいと思います。はい、まず、考えられる2つの原因からお話ししていきますね。1番が学校に行きたくない理由がある、2番がイエスマンになっているっていうことで、これどういうことかというと、まあ一応子供はですね、土日に部活に参加したりとか、あとはまあ特に、嫌なこともなくっていうふうに書いてありますよね。まあ、なのに行けないっていうことですよ。じゃあこれなんでかっていうと、例えばですよ、あるね、一つの授業、例えばそれが週に1回だけある、じゃあ音楽の授業とかね、週に2回だけあるなんか美術の授業とか、ちょっとわかんないですけど、そういうのが嫌でその日は学校に休むってことたまにいたりするんですよね。だからもし子供が学校にね行かない日にが毎週何曜日とかっていうふうに決まっているんだったら、こういった可能性も一つ考えられます。だからまず原因がね、なんかその行きたくない理由がないかっていうのは聞いてあげないといけないですね。あともう一個がイエスマンになっているっていうので、これ読んでいくと、例えばね、家での態度は反抗的ですとか、あと息子の要望には応えるようにしていますっていうふうに書かれているんですけど、子供のね、要求を聞いてあげるっていうのは、これはいいことなんですよ。愛情バロメーター上がりますからね。ただダメな要求まで聞いてしまうと、子供はただのわがままになってしまうんですよね。もしかしたら今回の場合、このパターンがね一つ考えられるかなっていうのはね、文章読んでいて思いました。でイエスマンって何かっていうと、まあ、何でもイエスイエスイエスって言っているパターンですよね。例えば子供がタバコ吸いたいと言ったら、いいよじゃあ買ってきてあげるとか、まあ、極端な話ですよ。でそういったこともしちゃってるのがイエスマンってことです。で今の話を聞いて、いやダメでしょ、さすがにタバコ買っちゃダメでしょって思われた方は多分イエスマンにはなってないと思うんですよ。でもそこでね、じゃあタバコは分かりやすいんですけど、じゃあ親に向かって暴言を吐いたとしますよね。もうおい早く飯作れとか言って子供が言ったとします。これどうですか、聞いていいもんですかいけないもんですかね。これは基本的にはね NG、 聞いてはいけません。なぜかというと、暴言というのは人を傷つけますよね。で人を傷つけることは基本的に聞いてはダメなんですよ。だからもしそういったものも、まあ、これは子供の要求だから聞いてあげないとって思っていたとしたら、ここは一つ誤解がありますので、そこはやっぱ変えていかないといけないってことですね。じゃあどうしていけばいいかっていうと、まずはこのイエスマンを、ね、脱出していくってことが大事で、そのためには、愛情バロメーターをまず上げていくってことが最初のステップになります。まあこれはね、どういうことかというと、お父さんお母さんの愛情が子供に的確に届くと、子供の心の中の愛情バロメーターっていうものが上がっていくわけです。でじゃあどうしたら的確に届くかっていうと、まあ結論、子供が求めていることをやってあげたら結構上がるんですよ。まあ例えば、お母さんちょっとさ、お腹空いたからご飯作ってとか言ったら、これ求めてますよね。それを聞いてあげるのは愛情バロメーターを上げる行動なので、やってOK な行動なんですよね。でただ、だからこういうことをまずやって良好な横関係を作っていってください。ただここでさっき言ったみたいにね、ダメなことまで聞いてしまうとただのわがままになってしまうので、ダメなことは聞かないってこと、もし聞かないどころか叱るってことが大事になります。でじゃあダメなことって何かっていうと、僕はねこれを名称法というふうに呼んでいるんですけど、人に迷惑をかけること、人を傷つけること、法律やルールに違反すること、これは基本的に、ダメっていうふうに言わないといけないです。さっきの暴言っていうのは人を傷つけることに当てはまるから言わないとダメだよってことです。でまずはこの2つをちょっと意識しながら、子供に向き合っていくってことが大事なんですね。でそうすると、まあ、最低限、ダメなことは守りつつ関係が良くなっていきます。で、まあおそらくこれだけでもね、学校に行きやすくなるかなとは思うんですけど、まあ、まだ別に学校に行くってことは、学校に、
行くっていう行動はですよ、まあ、仮に子供がじゃ休んだとしますか、学校ね、休んだとしても別に、まあ、人に迷惑がかかるわけではないですよね。あの別に親も絶対仕事休まないといけないっていうわけではないので、別に迷惑をかかってないですし、人を傷つけているから別に誰も傷つけてないですよね、自分が休もうが。で、法律やルールに違反すること、まあ学校に行こうねっていうような話はあるとはいえ、別に休んだところで法律に触れるわけでもないですよね。だから別にどれにも引っかからないわけですよ。だから別に子供が、学校に行かなかったとしても、まあやるべきことは一応親としてできているってことになっちゃうんですよね。じゃあどうしたらここから子供が少しずつね、学校に行こう、学校、まあ、に行こうって思っていけるかっていうと、まあ、まず一つはやっぱこういった愛情バロメーターを上げてエネルギーを上げていくってことも大事なんですが、と同時にやっぱ反発の少ない干渉をしていくってことも大事なんですね。っていうのは現状イエスマンになっちゃってる、まあ何でもいいよって言っちゃっている状態なんですよ。うん、ってことはやっぱね、少しずつでもこのもっとこういう風にした方がいいって話を子供が受け入れられる親子関係を作っていかないといけないんですよね。だから例えば、じゃあちょっと食べ終わったお皿を台所まで持ってってみたいな感じでね、ちょっとお願いして持ってってもらうとか、そうすると子供は少しずつでも親の言うことを聞けるようになっていくということです。ただこの時にいきなり反発に強いとのね、強いところからお願いしていくと子供はやっぱ嫌がるので、まあ、できるだけ反発が少ないところからまず練習していくってことですね。そうするとイエスマンを脱出できるようになっていきます。でここまでいったら、まあ、あとね、まあ、少しずつその学校に結びつけていくんですけど、まあ、まずね、現状子供は朝ね、起きずにゲームばかりしてるってことなので、まず明日朝起こすっていうふうに聞いてみてください。でそこで例えば明日は行かないって言うとしたら、うん、なんか行きたくない理由があるのっていうふうにちゃんと聞いてください。うん、でここで子供がもし分かんないとか言うんだったら、いや分かんないで休むのはダメなんじゃないっていうふうにちゃんと言えばいいと思います。っていうのはもう現状ね、この反発の少ない干渉をできている時点で、ある程度こっちの話は聞けるようになっているんですよ。うん、だからこの状態であれば、分からないのはダメだよ、なんか理由があるんだったらやっぱそこをね、解決していかないといけないけど、やっぱ理由もなくね休むのはそれはちょっと違うんじゃないのって話をちゃんとしてあげるってことも大事ですね。うん、まあ、ただ現状多分それが言える関係にはなっていないような気がしたので、まあ、今回はどちらかというとね、このイエスマンから脱出するっていう部分をねしっかりお話ししました。うん、この辺はね、まずはちょっと意識してやっていただければと思います。